中華鍋のインターンじゃ出番ですよの時間となりました時計の針は11時を回りまして1月の9日月曜日旧暦のうちのあぐいみでは12月の16日となりました えー、皆さんね週も明けましたけれどもねまだまだちょっと冷たい日が続き続いておりますがね、えー、お風邪など見しませんようにお過ごしくださいさて、まあ、本日は、えー、成人の日ということでありましてですね、えーまあ、沖縄県内でもね多くの方々が新しいこう、えー、社会人ね大人の仲間入りということでございましてここ読谷村の方でもですね、えー、夢希望輝く 歳ということでね。えー、昨日一月の八日日曜日午後二時にですね、エミュタンソン文化センター青取ホールで成人式が行われました。はい。えー、なんと五百二十四名のですね成人式対象者。えー、昨日は四百二十六名ということでね。まああのー、他の州総も大体同じだと思いますけどもね。まあ高い方かな。エミュタンソン約八割、えー、今日のねせ皆さん方が、えー、成人式典にも参加されたということもありましてね。僕はすごいなエミュタンソン結構若い人たちがこんだけ結束力高いなっていう感じが。 がありましたしまた共同意識が高いっていうかねそういう成人式典に参加するっていうことでねまあ相変わらずではございますけどもねその成人式典読谷中学校航空フルゲン中学校航空はもうこの文化センターの中には広場にですねでっかいでっかい。 一回旗がね掲げられておりましてそこら辺はま読みたんだしまあイラッカっぽいところもあるかなって思いますけどもね結構派手な、えー、羽織袴を着た、えー、グループの皆さん方が一生懸命、えー、パフォーマンスをされておりましたけどもねまあそういう成人の日、えー、ね、えー、昨日成人迎えられた皆さん方本当におめでとうございます、えー、ウェルカム大人の世界へという感じでございましたそれでは今日も1時間お付き合いください はい、お送りしていきます先ほどねちょっとオープニングでちょっと話せなかった一言お伝えしたいなということがありましたのでねお伝えしておきましょう昨日のですねその成人式典のプログラムの中で読谷村長の式辞があったわけなんですけどもね石峰村長の式辞の中にこんなコメントがあったので一つご紹介しておきたくて「えーえー、飛龍乗雲、ねえー、飛ぶ龍」 えー「乗る雲」というね、えー、書かれているこの4つの文字なんですけどもね英雄が、えー、時に常時で勢いを得るが如くということでね、えー、この時代をの波を乗り越えそれぞれの明るい未来を切り開いてくれることを心から願っていますということでみたの村長のメッセージの、ね、中に一言ありましたけどもね、えー、今年は達年本当とにごね、えー 竜というのはあの雲に乗って、えー、天に登っていくという、ね、力を与えられていると私もとても好きなんですけどもね、えー、私の好きな言葉にありますけどもね、あのーまあ、いろいろとこうあるわけなんですけども えー、竜銀ずれば雲を起こすという言葉があります、えー、竜はね吠える時にこう雲が起きてくるとその雲に乗って天に昇るという、ね、お話がありますけども私とてもこれ好きで、えー、何かを成し遂げようとする時には必ずですね周りの方々に協力を得るわけじゃないですけど自分がこうしたいんだっていうことをですね夢を語ることで、えー、作り上げられていく昇り詰めることができるんじゃないかと私も信じております是非皆さんもね、えー、この辰の都市、えー、竜のごとくですね 登っていっていただきたいなというふうに思いますさあそんなわけでですねゆんたこはこれぐらいにしめて早速ですね今日ゲストをお迎えしておりますのでご紹介していきたいなと思いますまあ龍、えー、のごとく登っている方々でございますがねもう <laughs> とにかく今日の話も熱く語られるのではないのかなと思っております、えー、ご紹介しましょう、えー、闇炭素の商工会事務局長であります西田長吉さんですどうぞおはようございます今日もよろしくお願いいたします今日お休みのところすみませんありがとうございましたはい。はいえー、西田さんは あの成人式とのなんか関連はありました、はい、今年年はもう何年か前になりましうお子さん,お子さんは、もうだいぶ、そうですね、うん、2二人とももう、成人しておりますう、はあ、そうですか、えー、もう昨日もね、多くのまた読みたんの人たちが、いろいろとこう大人になって、また社会に食べ立ってい,い行くわけなんですけども、えー、西田さん、言こ言、はい、こう成人者に一言で結構ですけど、なんかメッセージをせっかくですから、今日 ねうん、まさに立つですので、はい、ぜひ皆さん方、うん、自立していただきたいない自立はいそうですね何事においてもそうですよね自立が一番です、はいえー、というわけで今日はね西、えー、ミタナソン商工会事務局長であります西平長吉さんをお招きして話を伺いますそしてもう一方、えー、この方でございます自己紹介を先にお願いします <laughs> あはい吉先生初めてですよね エフエフーーの番組出演は。そう,ね、そうですよね。そうですよね。ねちょっと葛藤が分からなくてです、ね。<laughs> どこに目を当てておけばいいのか。<laughs> 声をどう出せばいいのか。はい、ちょっと少し緊張気味ですね。はいまあ、大学ではね。<laughs> うん。まあ、担任三百人ぐらい相手にして。ええー。まあ、講義は。講義を。はい。だから、誰もいないこところの講義というのは。<laughs> あんまり行き上がらないという感じですね。今日行き上がるかどうかわかりませんが、いやそれとも行き上がりそうです。あの読売さんのさまざまなね、そうですね。文化的人がいやいやそう人物だとかね。はえそういったものを知導しれば指導ど。はい。お何かやる気が出てきたということですね。ありがとうございます。ですから政治の皆さんにもね、やっぱりこの今回今日の話を聞いて参考にして、大いに昇竜昇竜ということで読売さんの進行文化的的的そういった。 大きな出発点でね、うん、ぜひしてほしいと、思いますね。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。今日はですね、まあマテン先生をお迎えしているわけなんですけども、マテ先生、私も一度ね、あのお話を伺ったことがありますが、とにかくこう琉球式に関して本当にこうすごい私ももう目開いてですね、この細い目が本当にまっパックリーグ一個ぐらいですね、うん、もうとてもこう興味津々にいつもお話を伺うわけなんですけども、今日、えー、本当に一年あまり かけてご出演いただいたという感じでありますけども一つよろしくお願いしいいますいいは、はい、この放送は FM78.6MHz 電波でもですね地域の方々にお届けしておりますがインターネットでもですね映像配信をしておりまして録画もしておりますので先生正面のカメラに向かってたまには笑い,笑,い<ー>笑顔でよろしくお願いします、ね、あああ向こうですねわ <laughs>、はい、かりましたよろしくお願いします、はい、さて、えー、なんでマトヨ先生が今日番組ゲストなのかというところをですねま西田さんにちょっとご紹介をしながらですね、はい、今日の番組趣旨もお願いしたい たいなと思いますけどもよろしくお願いいたします、はい、今日はですね、うんえー、ユンタンザ待機講座はい、えー、2012年とはいいうことで、はい、中国との交流と地域振興に向けてというテーマでですね実は1月の18日からですね6回<っ>において毎週水曜日ということをメインにしながらですね、はい、講座を開催 その関係で今日はお邪魔しているということなんですけれどもこれはですね紹介のほうに中国との交流調査事業委員会というのがありましてたださかのぼれは又吉先生との出会いというのは21年の半ばぐらいになるんですけどね平成21年の山田さんには紫村という場所がありまして中国との交流では大変そのまあ NHK の大河ドラマのスタジオパークになったということではあるんですけども、うんね、中国の雰囲気がいっぱいあるわけなんですけどそこに先生をお招きして実はその中国との関わりというのを、はい、お聞きしたんですねでまああの証拠会が中国との関わりというのが出てくるのはですね、うん、昭和59年に実はビジョンを作った時に、うん、その時にあの、うん、テーマがですねテーマといいますかね、はい、キャッチコピーがですね「うんえー、新交易時代の夢とロマンの里」と。 いうことを、<おー S 1> まあ、これからの国際化時代ということを。意図してですね。で、その中で中国との交流というものを。 あの一つのビジョンとして持つべきだということがあったんですね。なるほど。それからいろんな形で読谷村では中国との関係例えばあの残盤に立ってるあの大きな指ししがありますよね。あれも実は中国福建省に向けて作られていますしね。ああそういう意味もあるんですか、はい、向こうは、ええ。それから商工会自身が作ったまあ大気動像もですねああ。ありますね。中国に向けて作られていると。と、えーえー、いう意味では読谷村はですね。うん 一番中国に近いんじゃないかというふうな、地理的にもね、確かに東シナ海ね、西側に向かって取ったんで、出てますからねそういう意味では、今後、ですね近い将来、中国との交流を目指したらどうかということで、その可能性を探ると、その委員会が実はこの事業を主催していると。 まあこれも又吉先生と21年にお会いした時にですねそういう方向性で実は去年から調査事業を探してましてね本当は去年じその中国まで行く予定だったんですけれども。 でのね尖閣でと、なん<あ>だかちょっと怒 <laughs> りまして、その関係でちょっと断念せざるをえなくなって、ですねでしたね、まあ、今年までつながってる形ですけどもね。あまあ、しかし、そういう意味ではあのじっくりとこう寝る時間ができたというかです、ね、そういうことで、時間に移しいいかなと思いますね。はい、なるほど まあでも昭和59年にはすでにこう目を、商工会、海炭素の商工会はこう新公益時代として中国に目を向けたたというのは、本当にこう先見的なことだったなと思い、ねね、商工会というよりは、村民の声ですので、このビジョンの策定をですね、<ー>それでその数年後に、実はその中国に渡ってるんですね、うん、その時の村長の山内徳信先生を、はいえー、トップに据えてです、ね、20名ぐらいで。 進行線の足跡をたどるということでぜひヨミタンソンに新仰線を浮かべたいという夢を持っていったんですね。これ実現したんですねまあそれは他力的なものではあったんですけども <laughs> <laughs> でもね実,実現できるよう関なりをこう、えー、本当にこう スムーズにっていうかここまで来られたということで今回はさらにそういう部分を振り返りつつも深くちょっと読んでいこうかということで松井先生が読谷村民はほとんど知ってらっしゃるかと思うんですが大生という人が宇佐の出身であるということで彼がですね文物と言いますかね文化的な面あるいはまたそういう。 物理的な面と言いましょうかね、えー、そういったものも含めてですね随分、えー、い,いろんな形で影響を、うんまあ、中国との交流を始めた人ですのでね、うん、ですからこの大気というものをぜひ循環作としては今後ともですね地域づくりに生かしていきたいということでですね ま,あまずあの学習内容に入っていくとしたら、18日からという話ね、ええ。ぜひね、あのこの講座の紹介をまず先にやっていただきたいなと思いますけどもまずです、ね、初日は1月18日水曜日、これ、場所がです、ね、読谷村の文化センター、講座室なんですけれども、ねええああ、じゃあ、エペタンのあるで、うんで、大気と読谷を考えるというテーマで、<ー>その大気の差と読ン座を、大琉球の始発を切った地として。 位置づけてですね、はい、そして中国との交流の歴史とか文化、うん、経済などのまあ進行と役割をまあ考察するということでございますはい、はい、もちろんすべてこれは又吉先生がこうしてもらってお話をしていただくということですねそれから 2, 2回目はです、ね、25日、うん、これも水曜日なんですが私の時間帯がですね、えー、6時半から8時までと、うんはい、でこれもですね、えー、大気の進行線と中国航路。 そして、新興船の中国からの無償供与と、出港までの準備過程だとか、待機新興船と航海安全の消費になったマソこれ、マソというとあまり知らないかもしれませんが、天日とかですね、天候とか、天日宮ということで、天日照がこのようなことかありますよね、それはまさに女性の神様なんですが、そういったことの考察ですね。 それから3回目は2月の1日になりますがこの日だけは商工会館の方に場所を移るんですけど時間は一緒ですねそして大気と琉球国における魔素世界ということで魔っというものが何なのかということをお話をいただくとその琉球伝来と那覇のマソ陵これは久米村の上と下の天日宮それから久米島には天光宮というのがあるんですがそれの考察と。 それから、ユンタンザ天日グの所在についてということで、<お>え、どうなるのというふうなことになると思うんですが、はいえー、ぜひこう講座を受けてですね、確認していただそれから4回目はですね2月8日なんですが、えー、大気を全世界に拡大するマソリオの絆と。 ほこの絆という言葉が出てきましたね。今年の、ねうんえー、文字の中に出てきますがこれはですね中国福建省美酒美酒鎮というんですか、うんえー、台湾香港、はい、アモイ、えー、日本と各国の有名なマソリ料を紹介し 読みたらの国際的な連携と対外交流の可能性を考察するということですねなるほどはい。えー、あとじゃあ,あの一旦シーム入れますので,あそうですはい。はい、シミュレーターと5回6回の紹介もお願いしたいと思いますはい、はい、それでは一旦コマーシャルお届けいたしますはい お送りしております、インターンじゃだまんですよ、えー。本日はですね、未炭素商工会西田、ええー、事務局長。そして、えー、沖縄大学、客員教授とあります、また、先生、をう一回してお話を伺っております。さあ、えー、西田さん、先ほど、はい、まあ、あの、講座のですね、えー、えー、まあ。 6回の講座とということありましてですね,ですねえ結構今回は長い講座なんですけどもはい、はい、学習内容に関して学習内容っていうとなんかちょっとあの子供じみた感じがするんですけど <laughs> その講座内容っていうのはすごい深い内容になってますね先ほどまで聞きました、はい、1> 第1回目が大気と読みたを考えるそして第2回目が大気の進行線と中国語、うん、そして第3回目が大気と琉球国における魔装の世界、はい、そしてえ第4回が大気を全世界に拡大する魔装 これは寮でいいですかマソ寮の絆というねその絆が一体どうなっていくのかというのをとてもこう興味津々なんですけど残りの5回6回もちょっとご紹介いただけますか5回目がですね2月の15日これも水曜日で時間も一緒ですねこれは文化センター大気と行く沖縄の中国主席とマソあ大気と関わる読壇浦添那覇の主席をですねフィールドワークに向けて学習をするとそして読壇の中国台湾東アジア じゃあ、との深いつながりを、まあ、確認するということですね。そして、六回目、まあ、最終回なんですが、これはですね。特別に、あの、フィールドワークということで。ええ、二十六日の、日曜日。これまでの学習を受けて、フィールドワークの実施という現地担保ということ。ですね。はい。はい。これ読谷から。はい。読谷を起点にして。浦添、那覇までということでですね。まあ、読谷では、宇沢とか、大気とかですね。あるいは、長浜の、当選ゴムいとか。 ええ、大湾戸口の造船所があったようなんですが、まあ、そこら辺もちょっとね、<ー>非常に興味津々なんですが。それから、浦添はまあ、真姫なところだとか、真姫な素材の、まあ、砂糖の。ええ、おもろの日とかですね。うん、え那覇はあ、ああ、うん、那覇港、港ですか。まあ、宮城区も読みたいのありますけど、三重区。うん <laughs> のね、ええー、天使観廃、天平、<laughs> うん、それがこう資料という,ようなところをですね。 え実際に訪ねていくと,ああということで、まあ、朝10時からですね、えー、あ夕方までということになりますね、で場所集合場所を嫁の役場の駐車場というふうにしてあります、はい、すごい内容、これだけ聞いても、なんかこう、聞き慣れたあの単語もありましたけれども、うん、えっていうところがいく なんとなくありましたね。そう,そう、ねうん、この辺はじゃあ、この講座の中で、より詳しくそ。そういうことです。はい、ありがとうございます。これお申し込みは会、これはあの紹介の方にですね。うん、電話番号まあ九五六の四ゼロ一一と。はいはい、そしてあの紹介ホームページの方にもですね。うんえー、その申し込み書も入って。 ておりますので、ぜひ開けていただければと思います。それから、あの電話連絡だければですね、また、あの郵送しても構わないと思いますので。よろしくお願いします。これ基本的な、全講座なんですけど。そうですね。あの、どうしても自分の都合の問題ありますよね。長いのでね日程が一回と三回受けようとかですね。最終日だけでもということで、これは構いませんので。その場合、料金とかは。これは、あの、無料ですね。 無料ですので、ぜひ、えー、受けていただきたいと思います受講料料無料、はいはあ、これは参加しない、これ、なんか人数の制限とかはどうなんですか、西田さん。まあ今、制限をしておりませんして、ぜひ皆さんは、ねえー、毎週水曜日ということでね、スケジュールを合わせていただいて、最終回の第6回目だけが日曜日の午前10時からということで、フィールドワーク、はい、これも本当に楽しみで、実際にね、学んだものを見ていただくということでありますのでね、はい、お申し込みはこれ、日付はいつまで。 えっとですね、うん、まあ、十六日まで日。ということになっておりますけれども、ね。来週の月曜日まで。はい、ですから、まずは電話いただければ、はい。そうですね。はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、ますユンタンザ待機講座、えー、中国との交流と地域振興に向けて。ぜひね、皆さんね、ご参加いただきたいと思います。よろしくお願いします。詳しくは。 これから <laughs> 松田先生にね、まあ、生 <laughs> ちょっと詳しくはというかねちょっとだけこうどういう内容の講座になるのかっていうことをね今タイトルは西田さんに教えてもらいましたけれども早速う松江先生今お話伺っただけでもとてもこう興味津々で私もちょっと中国に興味があるので、はい、すごいこう楽しみなんですけどもただし今回は あのかなりこうポイントアップして、でますのは、大体中国っていうと、対琉球となると、沖縄全体をイメージした勉強になるのかなと思ったんですけど、先ほど西田さんもおっしゃってましたが、読谷との中国という、でかい国と読谷というの関わりというので、入ってきましたけど、そのオープニングとしては、やっぱり大気の役割が多かったということですが、今回の講座の目玉は。あのですねまあそもそも,なそも,そもな僕自身がですね大気に関心を持ったっていうのは。 やっぱりあの大琉球とまあ今私たちは沖縄琉球について文化も歴史もそれなりに自信を持った時代を迎えているわけですねさまざまに世界にもいろんな発信をしていますし、うん、そうしますとねやっぱり沖縄史を考えたり琉球史を考えたりすると思うんですね、えー。 どうしてもその、まあ、偉人といい、それからあるいはその志を持った人といい、最初に道を開けた人の功績とかです、ねうん、役割というのはやっぱりきちんと抑えていかないと、先人から学ぶというときにね、うん、どうしてもその片手落ちになってしまう。 うん、特にその琉球沖縄の歴史というのは棚、まあ、な歴史をやっぱり迎えてきたてだけにですね、ええ、で今日我々がこういうような形で世界的にさまざまな沖縄のものをメッセージと出していく時代を迎えた時にですね、うん、改めて静かにゆっくりとですね、はい、かつて我々のやっぱりルーツとしての特にその大交易の火蓋を切った、うんえー、予備丹山出身と言われている宇佐、うん、の出身と言われているこの 廃棄について、うん、やっぱりこの辺りできちんと整理していくまと、ね、めていくやっぱり必要があるのではないかというのを常々思ってましたので、うん、幸いあの取らんのですね。うん えー、商工会の西浦さんあたりから、ぜひ、ええー、手伝ってほしいと、えー。いう話が来ましたので、はい、これ、ええ、まあ、さようだと、実はあの、思いましてです、ね。<laughs> なるほど、もうすぐ、あの、大気の船に乗ったというわけですね。<laughs> 船に乗った。大 <laughs> 船に乗った勢いで。えー、ああ、なるほど、大気の船に乗ったという、進行線に乗ったという感じで。えーえー、ああ、そうですか。でも、私たち、読谷の人間にとっては、こう、誇らしい話ですよね。先生が、そこだけ、こう、<あ>考えていただけるっていう。本当に、こう、読谷、えー、と松井先生の相相思愛みたいな いえーまあ、あの確かに、まあ、私もついスてい,いましたのでそうしたえ合というのはあまりあの <laughs>、えー、男女関係ではできないんですが歴史 <laughs> 文化的な関係では、ね。 いくらでもあの相互相愛はまあやってきていますし、私はまあ台湾も専門にしてますし、中国特に東アジアとのですね、関係史というものをまあ大学の講義で教えてますので、まあまあその中におけるまあ琉球史というのはある意味でまあ基礎的な学問としてですね。どうしても東アジアを考えるときに、まああの功益大公益というのはまあ。 極めななければならないあるいは解明しなきゃならないという、うん、それも地域的に解明していくという、うん、そういうまあ必要性をね、うん、えまあ常々ね、まあ、あの感じていましたので実はあの大気といってもですね、うん、まあ専門家は、まあ、その名前もよく知ってますけれどもこの間見たんのあちこちの角技を少し回ってみてもですね、えー、多くの人が実はよく知らないというような<ー>今。 そうしますと、まあ、あの読谷というところでこれだけの人物を出しているのに、うん、そのことの業績が良くされてないというのはです、ねはい、読谷にとっても大損失と。なるほど特に,あのに中国が まあいろんな形でその経済的にも文化的にもね注目されてきているこの時期にえまあ中国との交流を最初に道を開けた人物というものを改めてまた見直していくということをしなければね読谷の地域振興がそのあたりから新しい展開をね道をがまた開けるのではないかと。 ですから今回の講座はあの、まあ、いろんなあのテーマがありますけれども、うん、特にその最初に中国との、まあ、大交易の道を切り開いたという大気のですね 最初というとこ,ろにこだわってそしてその大気がおそらく船を出した時に、うんえー、当時はまあ中国から船はその給与されていますので、うんえー、無償給与されてるわけですね。えーえー、ですからその船の中にその摩艘天日天候がですね祀られていたわけです。これは国家安全の神様としてもうそれに中国では900年代ぐらいから一般的に。 え船の神様としてマソはね、うんえー、いわゆるその守護神として拝まれていたわけですから、うん、ですからもう大気の時代は1372年初めて、うん、彼は、まあ、中国にまあ船を出したというわけですから、うん、それに中国の船にはその馬蘇廟あるいは天辟空天候がですね まあまちれていた、ていただろうと。ですから大気も沖縄で最初にある意味では交換安全の神様としての、要するにマソとの出会いをした人物だと、いうふうにまあづけてみたわけです。なるほど。でその戦後を通して、要するに読みたいはそのマソの世界、つまりその天狗天ピグこれいずれにしてもこう三つの呼び方がありますけれども、一つのまあ女性の交換安全の神様なんですけれども。 えー、まあそのマスを通して中国と申しますか、はいはい、あるいはそのマスを交換の神様としたり、うん、それからその、えー、交通安全の神様だとか、うん、それからその今はもうマスはですね、はい、単なる交換の神様だけに限らず,限らずもうご利益はそは二十いくつもあると言われるです、ね、な,なるほど、<laughs> 何でも叶えてくれるというそういう神様になってますので。 場合によってはまあそういういろんなことができる神様をですね中国との関わりで今後あるいは台湾との関わりで、はい。 読谷が一つ大きな交流の柱としてつないでいくというのは非常に大きな意味と思いまそのためにも今回の大気講座は読谷と大気というものをまず抑えながらそれからそのマスオ世界と結ぶということの意味意義についてあるいはそれに向けてさまざまなどういう準備があったのかあるいはどういう形でどういう構想を通っていったのか。そこら辺まで それからその今日その台湾やそれから中国、それからまあ韓国もそれから日本でですね、マソーというのはどのようにマソされているのか、まあそういったことも含めて少し話ができればいいなと思ってます。実はあのマソというあのこの漢字は女ん辺に馬と書いて、それからまあ祖先のそうですね。イえそのそうですね。えマソというでも。 私たちはあまり魔っというのはあまり聞かないので、<ー>天日というのはね、あの先ほど西田さんからも冒頭にありましたけど、天日小学校とか、枝市の方にその名前が残ってるというのもありますけども、なかなかこのマス祖というのは、なかなかこう私たちに親しみがなかったわけなんですけど、ちょっとこういきなりこう先生のこの講座の中で現れてくるような感じがしますが、ちょっとこの、一点コマーシャル挟みますけど、そのコマーシャル挟んだ後に、 ちょっとそこら辺の魔祖、天日というね、うね関わりをちょっと教えていただければなというふうに思いますので、よろしくマ願魔装の正体からはい分からないです、ねはい、そう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 、教えていただきたいなと。ないとす。はい。はい、というわけで、えー、本日はですね、沖縄大学から松井、えー、先生お招きして私話を伺っております。一旦コマーシ場所をお届けします。その中で、その後でですね、えー、この講座の内容、後半の話題、えー、魔祖という人物が一体どのようなものなのか、聞いていきたいと思います。 はい、お送りしております。ユンタンジャーデマンですよ。今日はですね、ユンタンソン商工会西田務局長、そして、えー、沖縄大学のですね、えー、教授であります。まあ先生お招きしてお話を伺っております。はい。えー、まあ、先ほど、まあ、こう、本当に興味津々。私は本当にもう、CM 中もあれこれと質問して困らせてるわけなんですけどもね。いや、でも、ありがとうございます。<laughs> いや、でも本当に僕もね、あの、えー、実は西田さん、今日、あの、僕、ファックス送りました。 これ講座参加するために。ありがとうございます。はい、ぜひで参加させて勉強させていただきたいなと思いましたありがとうございます。さあ、えー、まあ、先ほどちょっとこう、お話を、もう、大気と読谷の関わりということで、先ほどまさにこう、温厚地震、えー、古きを訪ねて新しきを知るということで、読谷村商工会が新古駅時代というふうに昭和59年に、えー、掲げたように、まあ、そこからまだまだ、えー、日は経ってますけれども、本当に今まさにこの時代、えー、中国、 飛行機も、まあ、県もです、ね、中国からの観光客を迎えようということで、大いにこう、えー、航路が、えー、航空機、路線がです、ね、こう増えていくということで、本当に今、59年に読谷村がこう手を挙げたとき、今、沖縄県が手を挙げたみたいな感じのね、勝手なこと言ってますけど <laughs>、まあ、でも本当に、えー、その路線開拓になったということでね、えー、これだけの期間があったわけなんですけど、今から、まあ、松井先生が先ほどおっしゃってます経済的にも。 大きなえ関わりと、それからえ目標が掲げられる時期になっているのではないのかなということでお話をされておりましたが、そんな中で、航路という道というものが出来上がって、そしてそこから私たちは文化、経済と発展していくわけなんですけども、その中で、その航路、神様としてこのマスソという人物が、中国では900年代からもう、なんていうんですか、おめられてたというか。 こ,こ琉球においても天日という名のもとで、えー、掲げられているという拝まれているというわけなんですけどもこのマソという方は一体どんな方だったんですかそうですね、うん、あのまずその女性なんですけどねそう思われたところはあの福建省のお今のねあ<ー>まあ今沖縄の公益の。 まあその大地がそらく出た頃っていうのはもう1372年ですから、はい、え先週の港だったというふうにいわ先市の復讐ではなくて先週ですね。うん、1372年のもう段階ではすそでそに中国は船の中にえこの天日 はい、天候と、こういうふうに、まあ、言われている、その、まあ、そまあ、これは、その、まとめて、マソと、は言ってますけれども、実は、その、名前はですね。位によって、間違っていくんですね。沖縄に入ってきた時は、あの、実は、その、那覇に、今天日宮。ははい、はい。はい。お、その、上と、しちゃ。これ、はさっき、あの、西山さんから、話もありましたけれども。二つはあるんですね。で、これは、いの、天日と言われてんです。はい,はい。 であと久、ね、米島にあるのは、ね、天候と言われるんですよ島島にもあるこの天候ですね。でそうしますとねそれが日本沖縄が琉球が中国と交易を開始したのは、うんえー、まあ、えー、1372年ですから、うん、その明から民の時代ですね。 民間深夜とこう変わっていく、はいはいはい、はい、この時代にまなるわけですけれども、えー、そうしますと最初はその天日で実はその麻そうは入ってきたんです。うん、後になって真になって天候に変わるんですけれども、ああなるほどその。その情報が沖縄に入ってこなかったんですね。あ、そっか。えー、でもちろんあの千六百年代になって、えー、久米島の近海でまああの中国の船がですね、うん。遭難をして、うん。その、うん、きっかけになって久米島に えー、まあ祖病ができるんですけれどもお、ね、でその時はもう末年は真の時代がとまあさなかですので。なるほどね で久米島の装備は天候宮にしたんですね。ああそれで天肥天候という名前が残っているわけですね時代の流れ移り変わりなんです,れです、ね、これは。ですから最初に例えば那覇に、うん、まあ天肥というように言われてこれはいい犬天肥なんですが<ー>1400年代ぐらいですね。はいはい、で沖縄では最初に日本全国でも最初に、うん、まあこの天肥が。 帰ってきたと言われているのがその奈の天皮にある伊の天皮ですね。上の上の親天皮ですね。そこの方が最初になります。これはその中国の文献なんかでもやっぱりその琉球沖縄はマソ天皮を最初に日本国で迎えた地域だというのはもう紹介されていました。あ、されている。かっこいいすごい沖縄すごいな。 公開安全の一つは信仰対象として迎えられたわけですが普通でいう神様といってもこれは例えばキリスト教だとか仏教だとかそういう体系的な経典みたいなねこういうふうにしてなさいああいうふうにしてなさいというようなものがあるわけではなくていわゆる民間の何と言いますか要するに作りらげた心の支えとしての あ私はそれは極めてある意味道族的なものというふう,なうに続けたりしていますけれどももちろんその道教の一環だというふうな考え方もありますけれども非常にその世界的にもそのマソ人口の実際拝みの対象しているのは2億ぐらいいると言われてますけれども。そうですか あのまあ、それぞれがそれぞれのちゃんとした形の経験、うん、を持っていて、うん、要するにその教える導きの決まりのあるようを持っているわけではないわけでして、うんうん、そういう意味ではあ,のある意味で非常に自由に、うんまあ、拝むことができるというなるほど、ね、仏教ともそれからその他の神々を信じる人もですねうんうん、うん このマスオがもう方々っていうのはということはもうあれですかま,まあまあ華僑っていうの方々っていうのはすごいこう、えー、世界中にこういらっしゃるっていうことを聞いてますけど、えー、そういう方々ってやっぱりこう国を渡っていくわけですからやはりこうやっぱりマスオという信仰があった。 可能性があるとというこでは世界中にこのマスを拝む方々がいらっしゃるっていっても結局ね、公開安全の神様というのは大きなある意味では看板でしたので、結局、中国はご存じのように全世界に家業たちを要するに送り出したわけですですから、その公開が非常に怖いと言いますか、場合によっては命をかけて公開しますので、どうしても何かね頼らなければならないと。 いう時に交換の神様としての「マソというものがありましたのでですからそれを、まあ、例えばそのポケットにですね、えええー、小さく「マソという字を書いてですねポケットにしばしたり入れたりなるほど実際にその心臓マソの要素に、ええ あの形にした像をやっぱりそのちゃんと入れたり、うん、しかしそれはあの船全体の中にちゃんとその魔装が飾られていましたので、うんうん、なるほどねそれを拝みながらですね、はい、絶えずだからもうその閃光を切らさないで、はあ、航海中はずっとそれを拝みながら要するにまああの船を出していくということだったわけです。ですから琉球沖縄に入ってきた船もそういう形でも入ってきていましてですね。うん ですからあの大気はまず最初におそらくそのさっきちょっとお話をしたえマソと出会った人物でもあるというのはえそれはあの文献的にどこにも書いてはないんですけれどもしかしこれはまあ間違いなく中国から譲り受けた船だということであればなおさらですよね。というの、ん、はほぼ間違いないというしとです 西田さん、はいあのー、実は平成21年にあの第1回の一駅待機祭りというものを、はいはい、商工会は開催されましたけれども、はいはい、その時の,あの開催要項の中からちょっと抜粋させていただきますが待機というのは、遠旅を呉服もしたというふうに言われておりまして、はい、まあ,あの時は、まあ、僕なんかもおば,おばからと旅という言葉を聞いた覚えがありまして。 お亡くなりになられたらもう、遠旅に出る、あの家の旅立ちだというふうにお話がありましたけれども、その辺のこのコメントも入っておりましたが、まあ、遠旅という、まあ、確かにこの、あの時代に、あんな離れたところにね、行くというのは、本当に命がけであったと思いますが、そういう危険な旅路でありながらも、その、何回もこう往復ができた大気のこの勇気を、 あの讃える言葉がキャッチフレーズとして残ってますよね。そうですねあの言葉、僕大好きです。一癖という言葉ですよね。一癖大気という、これはおもろそうしの中にあるんですよね、一気をたたえる言葉として一癖大気という。これは僕、初めて聞きましたね。勇気あるとか、なんて言いますかね、そういう気力讃えるという。ですから、これはその大気のですね、やっぱり果たしてきた役割の中には、やっぱりこういう彼の優れた、その、 あれまた勇気使命感、うん、そういったものがあってですねこういったものやっぱり、まあ、国際性豊かな、うん、その彼の、ね、あれを私商売の神様」という位置づけをしてますけどもね,ね、うん、やはりその今に受け継ぐという意味で実は読谷祭りで大気が2日目に出てくるんですけどね,そうですね船に乗ってくるのは分かるんだけど。うん 乗ってる人の名前何かって聞かれたら多分ねなかなか答えきれない分があったりすると思いますそれは先ほど松ッ先生も話してましたね。確かにね。ぜひこの大気というものをもっと全面的にみんながわかるようなですね。赤いの子よりももっとね。もっとね。大きなものになっていくのはやっぱり必要があるかなと思いますね。まあ今おお話されておりましたけど、先生どうですか。ですからあのエミダンソンでですね、やっぱりあのもっと大気のですね業績をやっぱり広く広めていくということを考えたときにですね。 大気の名前をですね、うん、まあ四丹山でもいいし読谷でもいいし四丹山大気というような故障でですね呼び方してと大気を行くきは必ず四丹読谷四丹山か、うん、まあどっちでもいいんですけれども、うんけね、名前の冠にしてですねそして大気という名前をつけていくとそうするとやっぱり読谷というのがちゃんとわかるしうん、うん、そこの大気ということのやっぱ人物であるとうことも、はいあでね、そこでちゃんとあの。

ね、私たちは常頃からやっていくことで広められていくというね、ユンタナチュだったということをね、そう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 あいいですね。<laughs> であのまあ、今まで,です、ね、もう大気のことがよく知られていないという話が出てきたわけですけれども一つはやっぱりあの知られていないということについては、うん、まあそれはそれよりにまた米炭の側にも問題があるわけですかども,、はい、もちろん米炭損死なんかでも紹介されていますし宇沢、えーえー、はまたあざしを、ねうん、出してその中でも。 大気のことはやっぱり紹介ししていますし、うん、で他のあざしの中でもやっぱりあのおもろ宗室の関わりでね大器の紹介はやっぱりよくなされて実はいるわけですよね。うん、そういう意味ではあの、まあ、資料としては、ええ、もう既に、まああのじゅまあ、十分と言えないにしても明らかになってるわけですが、うん、ただしかしあの私が考えるのには大器の紹介はどちらかというと最初に。 要するにその、まあ、中国へ攻撃戦を出した新攻戦を出した人物だということぐらいでどちらかと終わってしまってんじゃないかなと私たちもそれぐらいですかね。ですから実際その、うん、まあ大気の時代と僕はあえて言ってますけれどもそのそれも読谷さん時代というふうに考えてもまあいいと思うんですが、うんうん、もちろん広げてまああの 佐藤,の佐藤は要するに大気の兄と言われている、うんうん、佐藤はまあ浦添江副を中心として、はい、要するに王党の一人としてのまあ人物ですので、うんえー、そこは那覇ももちろんありますがですからその読谷最初の地として位置づけてでそれに関わって牧ナトとはどういう提携を結んだのか、うん、え那覇の泊まりとはどういう形で要するにあのお互いにですね中山国としての 一つの,そ,の港を持つそれぞれの役割みたいなものをね、うん、がおそらくあったんだろうと思うんですでそういう意味ではその大気の時代というものを考えるときに、うん、それじゃあその、まあ、僕おそらく1372年からそれから那覇港が本格的に中国の交易の港として使える1400年代、うん、その関東いうふうになってくると30年から40年ぐらい、うん、おそらく読谷を中心とした。 大気の時代というように<ー>まあ居続けてもいいのかなとあ<ー>これはあのそれぞれまだその歴史の専門家いっぱいいますので今後の課題でもあるわけですが、うんはい、その時代のことを、まあ、少しじゃあ読みたの中にどのような証拠として残ってんのかちょっと少し話してみたいと思いますね。はい はい、お送りしております。インターンチャージャンですよ。今日はですね。もうワクワクするような感じのお話なんですけれどもえー、まあ。 先ほど冒頭でもお話ありましたけどユンタンザー大気講座ということでですね中国との交流と地域振興に向けてという講座がユンタンソン商工会の方で開催されますぜひ皆さんねご参加よろしくお願いしたいと思いますそこで今日はユンタンソン商工会のですね事務局長であります西浦さんそして、えー、沖縄大学の方からですね手、えー、吉先生お,招きしてお話を伺っております、まあ、先生、まあ、いろいろとお話をこう聞いていて本当にあの本当にワクワクするんですけど、えー、ワ,クワクするっていう意味はその全くこう大気のこと 僕は知らなかったというのも裏付けられることになるんですけれどもね、ねお恥ずかしいんですが <laughs>、<laughs> でも今回のまた講座で、えー、より多くの方々にね、本当にユンタン座待機というものをね、知っていただきたいということを知っていただける方もまた増えてい,い行っていただけるんじゃないかなと思いますけれども、さて、先生、待機がこうユンタン座出身のこ,うこれだけ異様を成し遂げた方ということはありますけれども、そのなんか、読み担当の今、私たちが生活する中で、その待機を感じるものっていうのはいくつかあるんですかね。 えー、あのいっぱい残っていると僕は見ていますあ私は負けの都出身でまさに弓団とはある意味では少し <laughs> あのその大気,、ね、大気のお場合を。<laughs> さっと,とのおばあいもやるような土地に住んでるんですけどしかしユミタンをです、ねうん、考えてみますとさっきちょっとお話をしたその大気の時代におそらく中国の交流史を少しそこに絞って考えてユミタンの格にまにどういうのが残っているのかということをです、ね、この間少し調査をしてきているわけですが。 でそういったものを通してあの,の深い関係みたいなものを、ねうん、もう一回確認をしようというのが、まあ、僕の一つのまあ意図というか狙いなんですけど結論的に言いますと牧野、ねはい、というよりもはるかに多いですね、うん、弓田の方が<ー>でそのたりも大気の時代というものが弓田との関わりが、ねうんうん、非常に強かったというふうに言えるんじゃないかと、ね、思っていますね記録が残っているのがすごいな。うんうん 例えば「おもと葬で「大器」を歌ったというのは、うん、さっきちょっと4種ぐらい「宇佐の大器」ということで歌われてるのが<ー>、まあ、その中で、まあ「遠飽きない」というい、まあ、言葉が出てくるようなこれ、はい、どこでも話されている話なんですけれども。 その他にもですね、に、ま、も、あ、これもよく知られていることだというふうに思ってはいるんですが、うん、例えば、その当選組なんかのあ、えっと、中浜 長浜です、ねはいはい、当選組という言葉あります、ねね、長浜もありますしそ、うん、れからその最近のいろんな文献読んでましたら「ひざ差しにも「当選組い」がどうもあったらしいと、えー、いうことが分かりましたしそれからあと一つは「その当人馬らですね、うん、当然その中国人が日米タンに来て滞在をしているということがそうあれば「当選組い」も含めてあの「当人馬か 東尋馬かバカって<え>、うん、沖縄では東尋馬かというのは3つあるというふうに紹介されていてあ,3つあるその中でもあの今読みたんにあのなってますけれどもですねラハというと女,女さん 今女かつては読み読みとまぎりの一つのがあったわけでしてそこに当人のバカがあったっていうことで当時のバカが僕はですねその黒浜も当あのバカがあったという話なんですが宇佐だとかですね長浜だとかですねこの辺りにそれらしきものがないかどうかってんでね実はまま探してるんですが。 この前ちょっと長浜あそこ訪ねていろいろあそこ自治会長なんかにも聞いたわけですけれどもいつの間にかかつて当事墓だったものが、うん、え別の墓になってしまっているとかあるいは別の形のものになってしまっているとか<ー>そういったものはいくつもあるんだろうと思うんですよ。うん、そういういいもののをやっぱり一つ考えていくとですね、うん、あの えー、もっといろんなことが分かっていくと思いますが、うん、それからもう一つ大事なことはですね、えええー、その戸口大安なんかにその造船所ですね。造船所要するにまあこれもその中国から来たあの船を修理したり。そ<あ>、えー、それからその 建そういうのが1600年前に1600年代には那覇に移りますけれどもの柿の花に移らない前は戸口大安だったという記憶が残っていそうなんですかそれもありますしそれからもう一つはですね牧原牧原ですね牧牧原にはですね えー、その牧場がやっぱりあ,の、まあ、あってですねそ,<う>その牧場から「牧」という字がは地名が生まれてきたというう思うんですけれどもそうしますとですねその大気の時代、うんまあ、多くの馬をですね中国に送っているわけですよ、うんあ。そうなんですか、えー、そうしますとその馬との関係で牧場の,、うん、の牧場はですねははすその使われたのではないかと。 あとになってで商圏のある意味ではその土地に変わっていくわけですけれども京国ののそれの生家の土地に変わっていく前の段階としてえまあ大気の時代からあそこは要するに勧誘地といいますかの誘地的な要するに続けがあって後になって商圏がそれを譲受ける形になったのではないか。 とかですね、はあなるほど紐解いいていくと面白これからも中国的なものとしてはあの、うん、観音堂も、ええ、これも公家安全の,、はい、の観音堂の,の対象になってる。うんうん ものでありますので、観音堂もいくつか、夢たんでありますし。沖縄、うん、の観音堂ってね、有名ですけどね。ねはい、それから、まあ、あの、有名なのは、あの、ええー、ユンタンザハナなんかはね。花なり、はい、はい。えー、それ、その、南蛮、かつ、ての、東南アジアを含めて。えー、確かに。にそれも長浜高価な、一つ、そおそらく、入ってきたのではないかです、ね。はい,はい。そういうのが、やっぱり、あの、あるわけでして。うん、まあ、八千文とかもね、きな焼きとか、すごい古い焼き物、跡が、出ているということでしたからね。<laughs> うん、それからその金もですね。地名なんかでも、例えばあの戸口田とかですね。それからその戸屋とかですね。はい、戸屋？ええ、戸屋。私戸屋出身ですけど。ええ、戸屋、戸屋。も何かあるんですか？戸屋、もですね。おそらく「戸」というこの言葉遣いというものは、おもろそうしのうちの古い文献にも大気の戸をけないということが出てきますので。 土口で使われてい読んんんんんみたんで使われているその等というのは改めて少し検証してみる必要があるのではないかと。うん、面白い、えー、また話が。じゃあ、えー、あとこの辺の詳しいところはまた講座の中でということで、<笑><笑>ね、先生、ね,そうですね,ねさあ、えー、ありがとうございます。また先生、まあ、もっともっと、ね、先生、お話したいことあると思いますけど、まあ、この辺はまたぜひ講座の中で、西村さん、はい、ぜひ講座の案内最後にお願いしたいなと思います。 まああの琉球の時代から、うん、まあよく民謡で歌われてますけどね、うん、東の雄から大和の雄<う>大和の雄からう、ね、アメリカ雄、うん、そしてアメリカ雄から大和の雄っいうことで歴史が繰り返されるということもあるんですけど、うんうん、昔は中国が。 中心ととなってて世界が動いた今まさにまたその時代が回り回ってきたわけですからね,ね、うん、やっぱりそれはぜひ中国との関わりというのを読み探査を作っていきたいなということで、うん、ぜひ皆さん方にです、ね、多くの皆さん方にこの体育講座を、うん、受講していただきたいということで、はい、1>, まあ 1, 1月の18日から毎週水曜日ということでございますので、うん、まあ時間的にもですね夕方6時半から8時までですので。 非常に受けやすいのかなと思いますので、うん、多くの皆さん方にぜひ受講していただきたいというふうに、はい、まあお願いをしたいと思います。はいえー、申し込みはインターンソン商工会、えー、電話番号九五六の四零一一までよろしくお願いします。今日はねお休みということで明日以降でよろしくお願いしたいと思います。はい、これはお申し込みは十六日までとりあえずねお電話でも結構ですので、はいえー、ぜひ、えー、ご連絡をお待ちしております。はい、さあお送りしてきましたインタンジャー電話ですよ。今日はですねイ、えー、ンタンジャー待機講座ということで中国との交流と地域振興に向けて。 あなたはぜひこの時代をですね、えー、この波に乗るべきではないでしょうか。ぜひその講座にね、参加をいただければと思います。講師は又吉、えー、清張先生。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。今日は番組ね、PR していただきました。商工会事務局長から、えー、事務局長のですね、西田直樹さんでた。ありがとうございました。ありがとうございました。したそれではまた明日。